上町立宮崎中学校の閉校式には3年生までの全校生徒79人を含め地域住民らおよそ300人が出席しました。式では柳田聡校長がふるさとを慈しみふるさとを育み健やかに生きてくださいと生徒たちを励ましました。このあと生徒の代表がお別れの言葉を述べました。私たちには宮崎中学校の生徒としての誇りと自信があります。宮中魂を胸に新たな未来へ向かって力強く羽ばたいていきます。全体の雰囲気が明るくて学年が違くてもしっかり仲良く生活できるような学校だったかなというふうに思います。悲しい気持ちではあるんですけど、さらに次の中学校でもこの今まで先輩方が築いてきた歴史を発展させていけるようにしたいです。宮崎中学校は今月末で34年の歴史に幕を下ろし、来月1日から町内の小野田中学校と統合し明豊中学校となります。小野田中学校では明日閉校式が行われ36年の歴史を閉じます。